ね、本当は何があったの？みんなには黙っとくからさ。船乗るときはいたよね。ハリマはどこ行ってんだよ、サワチケ。ああ、タカノ。負け負け、私の。コクってないってさ。ダメダメ。期待外れもいいとこっすよ。この女、意外とチキンですぜ。南方海上って、台風発生みたいだな。やる気はあるから技術は後からついてくると思えば。あれあれ、力余ってんね、若者は。やったー、初日から大快挙。仕事しながら少年を更生させたよ。リン、いや戦場だよ。あんたと私の、見てよこの仕事っぷり。まさに天職、私にぴったんこ。あなた白王の生徒じゃないわね。一体何者？正体を明かしなさい。あの子胸はないけど一応女の子よ、女の子。嘘とクレジットカードには限度があるのよ、限度が。いい加減なことを言うな。なぜならこれ以上お給料を減らされるわけにはいかないから。引っかかったわね、綾崎颯。戦いはすでに始まってるのよ。いくら妹とはいえ許さないわよ、ひな。ちゃんとタイム測ってたの？大って何よ、大って。あんた0コンマ1秒争う水泳の世界舐めてんの？ちょっとなんてことすんなよ。それが何なんだよ。そういう問題じゃないでしょ。早く感じただけかもしれないけど、おきゅうらくん、女の戦いに口出ししないで。隊長、こんなところにいらっしゃったんですか？寝てないで早く出立のご用意をなさってください。捨てなさい。なぜ私に聞かれるのですか？どうせ私が何を言ってもご自分のお好きにしかなさらないくせ。ご心配なく、私はせいぜい面倒に巻き込まれないように数歩下がってついて行かせていただきますから。一番いい部屋空いてるわよね。ありがたくって涙が出るわ。お黙りバカマルコ。そいつの面倒は後で見るわ。私たちが追っているのは屍拾い。グゼの共柄に例外なんかあるもんですか。共柄は全て殺す。殺して殺して殺し尽くすしかないのよ。三崎市全体から準備完了。追っ始めるわよ。この手を離さないで。私たちの使命はお前を守ることだからな。他の闘士たちの士気にも関わる。わかるだろ？私もお前も戦うために生まれてきた闘士だ。しかもお前には覇王の血が流れて。違う、そいつは巨匠の闘士じゃない。離れろエキト君。先ほどの戦いで消耗したお前ではこれ以上は無理だ。生焼け、いつになったらまともにできる。なんだその不自然な服装は。この子がゆかりの言っていたユートが欲望と烈情に身を任せて強引に物にした両家のお嬢さんだな。先人曰く、行動は口ほどに物を言う。乃木坂さんのような子がついててくれれば私も安心だ。どうしよう、震える震える、柔らかな確信に震えてよ。おかえりなさい、カズキさん。私、深山優奈と申します。葵学園に転校してきました。カズキさんは妻の私が守ります。はじめまして、深山じゃなくて式守優奈、カズキさんの妻です。いい加減に聞いてください。私、めんめんいますね。毎日決心するのですが、
恥ずかしくて今日に至った次第です。ひょっとして道能さん、ごめんなさいですね。恥ずかしいですよ。いいえ、感動で言葉が出なかっただけですよ。今までの野宿に比べれば。はい、それは聞くも涙、語るも涙の悲しいお話ですね。止まらないこの気持ち、大きな希望と夢抱いて、叶わないな。ご挨拶が遅れまして失礼いたしました。スフィア王国王女フィーナ・ファム・アーシュライトと申します。大丈夫よミア、心配いらないわ。理由を聞かせていただける？親愛の行動に不敬の罪を当てはめる法は我が国にはありません。いたずら好きですが悪い人ではありませんから。全然変わってないのね。